こと主張しよくない。そうっすね。どうしたんだろうね。本当に何が起こってんのか。ああ、少しラインに余裕持たせてゆっくり入ってこい。行きます、お願いします。では腰の向き頼むぞ。腰の向き、はい、腰外スキー離すのちょっと早いぞ。もう少し腰の前までツインして。腰の向きもう少し整体して入んなきゃダメだぞ。もも切り替えんだぞ。うち、そうっすね、成田くん、水野か、だいたい4、4年。今んとこみたいなステップね。ここがステップ。左足もちょっと話が早いけど、まあでもちょっとずついいか。腰の向きだぞ。ちょっとライン回す。外スキーは持ち上げんな。両スキーで切り替えて、両スキーで蹴っちゃダメだ。で返してくの。では行きます、お願いします。はいよ。まだまっすぐ入りすぎてるぞ。もう、はい、泉ちゃん、ほら今持ち上がるでしょ。こう返しながら行って。あ、やべ、ビデオ撮れてなかった。まだ腰の中心線あれだぞ。膝頭がスキーの先端をリードしてこなきゃ。離した、今みたいに離すのが早いの。腰の前まで回ってきてから内足にするまでっていう流れ。はいよ、腰の向きね。一応こっちでスラロームやると思って。うん、はいよ。スラは脇出ししないで、うん、下にまとめて置いてあるんですけど。置いてあるんで、じゃあそれ使った方がいいか、これ回収して。はい、うん、泉ちゃん、これぐらいだったら OK？ これも OK だ、これも OK だ。うん、いいわ、これぐらいならまだいいわ。蹴らされちゃダメなの、返さなきゃダメなの。はいよ。落ちずにちょっと無線出るように行って。ノアまだ腰の向きだぞ。ケツ落ち、ケツ高く。